ヘイヨーケンツメッシーです。今日もネクラがやっていくんですけど、今日はですね、スケルトンラッシュを、使ったので、そちらのね、リプレイを解説していこうかなと思うんですけど、このデッキの、使うときに大事なことっていうのを解説していこうかなと思います。いろんなデッキやったんだけど、まずこのゴーレム、バルーン、そしてこのスケラミラーですね。この3つを出していきましょう。スケルトンラッシュで大事なことは、このデッキだとアイスウィズナイト、ベビドラしかユニットというユニットはいないんですよ。あと呪文としてつとスケラって感じなんですよね。なので、そのこっちからユニットを出すことはあんまりしたくないですね。基本ちょっかいかけて相手が攻めてくるのを待つって感じです。で、マジアチャにちょっと弱いので、マジアチ来たら急いで処理とかって感じになります。これアイスウィズ出して、でジャイか何かなと思って分かんなかったんですけど、これもうちょっと早めにポイズンかけとけばよかったなって後悔しました。はい、まず最初は本当に受けとけばいいかなっていう。スケルトンラッシュで、スケルトンラッシュって分かってても抑えられないことが多いので、これね、前にベビドラつけとけばアイスウィズベビドラの形ができてスケラ飛ばせたんですけど、こういう時って本当に形組まないとスケラって通らないんで、防衛から入っていきます。で、防衛施設はこの位置ですね。この位置にするとゴーレムが、逆サイドまで行きますと。で、アイスウィザードをここら辺に出すとライトニングがね、アイスウィザードとボムターン巻き込めないので、そこを意識する。で、これゴレが爆破すると後ろに滝が行くので、ベビードラから処理してあげてって感じですね。これだけですごくアドバンテージが取れてるの分かりますかね。なので、ここでスケルトンラッシュを飛ばしてカウンターと。で、スケラで気をつけることは、しっかりとね、この敵陣にユニットが入って、さっきね、ベビードラがタゲ取ってたんですけど、それタゲ取ってる間にダメージを与えるっていうのがポイントですね。で、こうダクプリとか前に来そうだなと思ったので、ポイズン打たずにボムタワーだけで防衛します。で、これね、コウモリが湧くんで、もう一マス寄せてもよかったかな、ボムタワーは。うん、ダクネはしっかりと処理してあげて、これでゴレが来ました。で、ここ前にそのナイト出してベビドラ出してスケラ打ちたいなと思ったんですけど、ライトニングがあるので、それはできないと。で、これね、防衛ポイズン打っとくと結構強いですね。防衛ポイズンがやっぱね、こういうデッキが大事だなと思います。で、アイスビーズまた出して、このトルネードで早めにまとめといて、この範囲攻撃、ベビドラとアイスビーズの範囲攻撃を当てると、よりね、防衛がしやすいかなと思います。で、ベビドラが残って、ちょっとでも残れば、ナイトプラスのスケラと。でね、こんな感じで相手はね、敵陣入れてくれない。自陣入れずに防衛してくるので、しっかりとロリババとかで、詰めてあげるっていうのと、なんかね、2枚くらいユニット組み合わせて攻めるっていうのが、ポイントにはなりますね。例えば、端前、ベビドラスケラとかやっちゃうと、ナイトスケラとかこれだね。このミニペに溶かされて、全然仕事しないみたいな感じになるので、それが結構しんどい。さあ、ここは、ゴルはある程度削ったんですけど、ボムドアはしっかりと出してあげて、アイスウィザードで、しっかりと寄せてあげて、このね、ボムタワーと両サイタワーとアイスウィザードで処理していくっていうのがポイントになります。で、これミニペア危なかったね。で、これしっかりとターゲットって処理してあげて、アイスウィザードでしっかりと。はい。危なかった、本当に。で、そうだね。さっきのゴレ出された時に、端前ナイトスケラしたんですけど、あれもうスケラポイズンだけでいいなっていう、こんな感じで。もうポイズン持ってなかったりしてる相手、あと、あんまり、スケラ抜けが弱い相手に対しては、こうやってスケラポイズン打つと、結構ダメージあるんで、そういうのも大事かなと思います。で、続いてバルーンなんですけど、バルーンは、結構きついなとは思ったんですけど、ペースさえ握っちゃえばもう相性めちゃめちゃいいって感じですね。
ギガ受けが全然ないんで、ここもアイスビーツ出さずにロリババで、はい、処理してあげましょう。でスケルトン出てきて、ここもね待てばよかったんですけどね、アイスビーツ出しちゃいました。はい、でなんとなく IT バルーン、そのボムタワーバルーンかなと思ったので、ポイズンを構えて、まあ、マスケ来たら出そうかなと思ってます。ここ何もしてこなかったんで、ここベビドラ握っとけば、ここベビドラ出してスケラ出せば、まあカウンター刺さったのかなって感じですね。これでこちらが対空2枚切ったので、相手もねバルーンプラスのディガーといった感じなんですが、そういう場合はバルーンまず寄せて、ボムタワーとかスケ、墓石で寄せてからトルネ、施設プラストルネでやると、バルーンがね、ノーダメでキング起動できるので、まあ、試合をね、有利に運べますと。なんかここロリババで処理してあげて、で、相手のコウモリとスケルトンが、まあ、スケラ受け厄介ですね。あと、マスケか。なので、これはもうね、割と突撃してもよかったのかなって感じはしたんですけど、まあ、やっぱ後ろからゆっくりとね、行きましょう。で、このバルーンうまかったね、相手。でこれね釣れないんですよ、このボムタワーの位置はダメです。もう一個寄せてください。でディガーにも当たんなくて、トルネがもう最悪やと思って、めちゃめちゃ削られると思って、このバルーン爆破がね痛いんですよね。言うたら相手のバルーン側の勝ち方としては、このバルーンプラスのディガーでガンガン削ってくるっていうのが動きになってくるので、まあ、そこをしっかりと抑えたいなって感じがしました。で相手コウモリ切ったんで、これはもうベビドラスキラー行こうかなって感じですね。これ相手としてはアイゴレでベビドラ始まり止めて、マスケ後ろに出しておけば、まあ、ダメージは結構抑えられたんですけど、まあマスケを温存してくる形を取ってきましたね。でここはねディガーをしっかりと警戒した位置のナイト、アイスウィズ出して、今度はしっかりとねボムタワーで寄せると。でここでトルネは使わずに、はい、ベビドラ出してあげて、でこれトルネで逆サイドマスケ持っててあげると、このね端前の蓋が透かすことができるので強いです。でロリボを出してあげて、この前のプレッシャーを与えていくって感じですね。前のプレッシャーをしっかりと与えていく。でポイズンまで打ってあげて、とりあえずね一生こっちが攻め続ける感じで、ユニット出てきたらポイズン、ユニット止まったらスケラって感じの動きをしていきます。でマスケとコウモリがいないんで、でこういうとこでスケルトン消すためにトルネとか使うのは良くないですね。あのバルーン出されると止まらなくなっちゃうんで、そこら辺は結構大事かなと思います。でしっかりマスケ処理してあげてから、まあ、キング起動とねボムタワーが結構強いので、バルーンに飛んできたディガーは、まあ、ある程度は無視してあげて、スケラ飛ばしてロリババ流しつつ、はい、出てきたマスキにはポイズンですね。で本当にもっと後ろに出てきたらトルネでどっか飛ばしてあげるとかは結構大事かなと思います。さあそんな感じでグッドゲームですね。最後なんですけど、スケラミラーですね。まあ、これ墓石とボムタワーの差があるんですけど、まあ、スケルトンラッシュミラーの時の立ち回りっていうのを、まあ、一つね覚えて帰っていただければ嬉しいかなと思います。まずやってはいけないことは、ナイトスケラー、端前ナイトスケラーとかはやるとスケラーを防衛ポイズンで守られて、でナイトをトルネで緊急起動されて、もう次からのスケラー怖くありませんよっていう、まあ、一番はキング起動を制したら強いですね。なのでそこら辺のスケラーかぶ、ちょっとかじったぐらいの人だったら、このナイトにスケラが飛んできたりするんですよ。そうなった時に防衛ポイズン打って、しっかりと緊急起動するっていうのがポイントですね。うん、まあ、ただここら辺の人たちはもうみんな分かってるので、キング起動されないような立ち回りをしてきますね。で、ここのベビドラ対スイーツの攻防はマジで勝たないといけないので、しっかりとね、トルネとか使って、まあ、事故だけは防ぐって感じですね。で、まあこんな感じで、とりあえずね、なんだろう、相手がスケラーその出してくるときにポイズンを使いたくないので、ここはしっかりと端まで止める。でこのボムタワーはまああのしゃあないですね。やることがなくて先置いとけば、まあ、相手からしたら嫌だろうなって感じで、でこんな感じでポイズン使わずにね守っていきます。
ごめんなさい、外のちょっとなんか火災なんとかがわかんないですけど。で、ここ、もうスケが飛ばします。で、これ、この位置に飛ばすと、防衛ポイズン打たれても、スケルトンがちょっと殴るんですよ。なので、ここの位置がもうおすすめです。はい。ちょっと、外側に寄せる感じですね。で、守りつつ、まあ、相手も分かってますね。ポイズン温存していく感じで。すごい音だな。で、ロリババ流して、で、ちょっとでもね、相手にユニット出せると。で、ここで、はい、また止めて、で、もう止めるとね、相手飛ばしてこないんですよ。で、飛ばしてくる、遅れて飛ばしてくるんですけど、ここもね、ポイズンね、打って溜まるかと。いったところで、トルネと、ロリババでちょっとダメージを抑えつつ、そうすると相手がね、ポイズン打ってくるんで、ここでアイスウィザードを出すと。ここのアイスウィザー、延命したかったですね。まあでも、ロリババまで飛んできたんで美味しいと。で、後ろのアイスウィザードが残って、これ今、ユニットの、トレードすごく有利ってわかりますかね。アイスウィザード残ってるし。で、スケラ飛ばして、スケラにも何か対応させないといけないと。いうところで、攻めトルネでまとめて、アイスウィズとベビドラが残ると。で、この形になったらもう、本当にね、ユニットを前に出すと、相手はね、止めづらいです、この形が。このナイトにナイト当てたいんですけど、アイスウィザードとベビドラがいて、もうね、タイマンどころの騒ぎじゃないんですよね。ボコボコのリンチになっちゃってるんで、こんな感じで、ユニットの攻防やってあげると、相手はね、前のユニットを処理するのに精一杯で、スケルトンラッシュまで手が回らず、ジジイといった感じで、ポイズンはマジでできるだけ使わない方がいいですね。できるだけ使わずに、ユニット同士の攻防を制する。で、端前で来るの止めて、みたいな感じのところが大事。で、なんかプラスなんか来たら、すぐトルネで処理とかしておくと、相手のスケルトンラッシュをね、すかすことができて、結構いいんじゃないかなと思います。ということで、まあいろいろ紹介しちゃったんですけど、まあ、ぜひ、参考にやってみてください。では、おつめ